えっと、22歳公務員の者のです。私は今大学に行かなかったことをずっと後悔してきています。今やりたいことがあり、それを仕事にするためには大学に通う必要があります。今から大学に通う,通うことについてひろ力さんどう思いますかちなみに公務員は親が大学に行くことを許してくれず、渋々公務員になりました。えっと、いくつまで生きる気なのか分かんないですけど、30で死ぬんだったら別にあの、大学に行く必要ないと思うんですけど、あの、多分人間、日本人だと80ぐらいまで生きるので、 そうするとまあ60ぐらいまであと40年ぐらい働くのでそうするとあの大卒で働いた方が人生得だと思うのでさっさと大学行った方がいいんじゃないかなと思うんですけどまあ30ぐらいで死ぬ気だったら別に大学行かないでいいんじゃないかなと思います。